戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できると、登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。対戦スペシャルのカードは1枚だけ登録できると、バトルカードの表面をバトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発すると、戦闘開始。熱いバトルを開始しよう。試合開始です。あなたが私を勝てる。あれは剣王玉だ。バトルアプリのチームボーナス効果で、バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンド1。アタックエリアでは、ラウンド1。ラウンド1ね。敵の天王玉コックを突入。互いに進行体制に入りました。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回った。仲間のアビリティ発動です。敵のアビリティ発動です。アルティメットユニットチャンス。光っているカード、
ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット発動。ララムだ。会場のデッキがすさまじい。よし、作戦決定。敵の大陸発動。電話玉が見直してくるぜ。ああ、互いに戦闘態勢に入りました。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回った。仲間のアビリティ発動です。敵のアビリティ発動です。敵のアビリティ発動です。行上がったぞ。やるじゃないか。容赦はしねえぞ。
暗黒戦論モード発動者決定。カメハメハモード突入。バトルアプリ発動チャンス。バトルアプリ発動チャンス。バトルアプリセット完了。バトルアプリ効果発動。バトルアプリ効果発動。アルティメットユニットチャンス。全王玉強化発動だ。敵の全王玉強化発動だ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙う。敵の戦闘力を上回った。敵のアビリティ発動。